皆さん、おっちゃりっとです。今回ですね、1、2枚に続きまして、こちらの作品、スキップとローファンについて語っていきたいと思います。というわけで、このアニメ、絶対に見ろという子はね、いつもね、ここまで3話まで見させていただいて、正直、とか言ってるんですが、もう言うまでもなく、もうめちゃくちゃいいですね。まあ、あえて言うなら、正直、最高すぎるというところでね。ほんともうこのスキップとローファーに関してはね、まあ1、2話も感想とかあげましたけれども、今季ほんとビッグタイトル揃いじゃないですか。もう世間は鬼滅だ、ね、ウマ娘だ、ガンダムだ、推しの子だとね、もうめちゃくちゃ盛り上がってるかと思うんですけど、全く拾ってないです。もう全く拾ってない。マジで面白いなと思ってるんでね。ちょっともうこれもう毎回感想とかあげようかなと思ってるぐらい、面白い。作品だなっていうのを思ってますし、こういうまあダークフォース的な枠っていうのがここまで盛り上がってくると、ここまで本当に面白さを見せてくれると、ますます盛り上がる、ますます化け物な国になるなっていうのをね、非常に思っております。というこれ、いつもですね、感想の最初にネタバラシでこの間はありというこれ、現在ね3話まで、見させていただきます。そこまでの、感想ですね、正直すぎる感想というこれ話していきたいと思いますね。よろしくお願いしますというところで、スキップとローファーどうですか？まあね、まあもともとそんなにめちゃ期待してたわけでもなく、まあでも今回はね、話は面白いかもしれない。まあでも世間的な、まあヒットとか、まあ人気が出るのは難しいかもねって話をね、まあずっと前回の時も、話してて、まあでもこんだけ面白かったらね、いやこれ少なくとも、たくさんアニメをチェックしているオタクの人絶対に見てくれ、マジで。やっぱり今季はどうしても、まあその、ラインナップ的にね、まずは鬼滅だと。まずは推しの子だとなっちゃうと思うんですよ。どうしてもなっちゃうと思うんだけど、このスキップとローファーに関しては、もっと誰でも面白いと思えるだろうし、なんかね、このキャラクターの魅力もそうなんだけど、すげえんだよね。このなんか、あ、こんな青春過ごしたらいいな、みたいな。まあ、僕もこの輪の中に入りたい、みたいな、思わせてくるこの描き方。まあ、もちろん制作会社 PA ワークスさん参加もね、まあ、非常にいいと。まあ、前回ね、もう PA さんのこの漫画を、てか原作を選ぶ目がやばいぞ、みたいな話もしてたんですけれども。いやー、すごいの来たね。で、やっぱまあ、PA さんに抜群に合ってるし、で、オープニングとかもさ、めちゃくちゃ良くない？僕なんかオープニング見、どんどん、なんか、話が進むごとに感動を増してるんですけど、映像もいいしさ、眩しくて、歌もめちゃくちゃ中毒性あって、めちゃくちゃいいし、いや、これすげーなと思ってます。本当に、まあ、基本的にはやっぱ、学園もの、まあ、日常アニメ的要素はね、強いんですけれども、超面白いと。前はね、こう、なんか日常描いてんだけど、めちゃくちゃ面白いっていう、すごいなってやっぱ、の、ほんと思ってるし、まだまだやっぱ面白くなると思うんですよね。この作品のすごいとこっていうのは。で、サーマネ見て全部面白いし、なんかどんどん面白くなってるような感じがしてる。どんどんやっぱキャラクターの味が出てる。しっかりこう、なんていうの、こう、このキャラはこうっていうのがありつつ、いろいろな絡みが見えてくるっていう点で、たまらんですね、これは。はい。マジで見てほしいし、もっともっとこう、人気、現状やったら海外人気とかね、やっぱなかなか出てないかなと思うんですけど、まあ、海外人気ももちろんそうなんですけど、そう、国内でね、盛り上がってほしい、なっていうのをね、思ってて、いやー、めちゃくちゃいい作品来たなっていうね、やっぱ改めてビジュアルとかだけで判断しちゃいけないなっていう、まあ、前回もね、言ってたんですけど、この作品はやっぱあえて、まあ、すごい美形キャラもいるわけですよ。あえてキャラクターズに主人公をああいう形にしてるわけです。でもそれによって確実にやっぱ話の面白さでも抜群に上がってると思ってて、そう、すごい美形な子は主人公にもできるんですよ、多分作品的にはね。でもやっぱその、ね、主人公をさ、岩倉光美、っていうキャラクターにすることによって、田舎から状況、田舎っていうか、まあ、石川県、まあ、田舎か、まあ、から石川県の端っこの過疎の町からって書いてあるからね、まあ、上京してきたっていうところの、なんかそこの面白さと、合わせてっていうところでね、いや、こういう作品こそやっぱ人気出るべきだし、まあ、こういう作品こそ、なんか、わしみたいにね、こう、アニメ YouTuber って言われる人がやっぱ紹介するべきなんじゃないかなっていうのを思いました。だってさ、鬼滅とか推しの子とかはね、まあ、面白いの分かってるでしょ、もはや。もはやさ。推しの子も今日ね、まあ、2話が放送になりますけれども、これマジで見てほしいなと思うし。いや、正直もう日の打ちどころないんじゃない？もうほんと、最高レベルのこの、なんていうの、ジャンル的にはまあ日常系じゃ日常系だよな。アフタヌーさんで連載ね、されてる作品で、累計部数は100万部というところでね、原作自体も売れてる作品かなと思いますけど、期間が8巻と。
いうところで、まあ、青春学園ストーリーって感じではあるんですけど、でね、そう、面白くなる要素まだまだめちゃくちゃあって、ね、原作勢の方のコメントとか見てももっともっと面白くなるみたいな話もね聞いてるんでね、でもこれも間違いないっすよ絶対に。もうとりあえずそのビッグタイトルの覗いたらまずこれ絶対見ろっていうのもあるし、やっぱまあ追う時間もねなかなか大変だと思います。基本的にはやっぱ4月って、まあ、いろいろと新生活とかもね始まる時期なんで、正直やっぱアニメなんて見てる場合じゃねえよと、飲みだみたいな飲み会だとか仕事だとかね、もう勉強だとかねいろいろあると思うんですけど、このアニメは見てほしい、っていうのが本当スキップとローファーっていう作品です。はい、いやいい作品本当できてるなと思うしね、ここからさらにまだ面白さ増していくと思ってるんで、本当もうもしかしたらね、もしかすると今期派遣って言うかもしれないぐらい面白くて、多分こう総合的な見方だよね。やっぱ1話あたりの爆発力っていう、まあでもそれもかなり来る可能性あるんだよな。っていうところでちょっと派遣候補ぐらいまでなってるかなって、ね、正直僕は思ってることで、まあ笑いの要素もね、まあしっかりクスッと笑えるっていうところもあるんですけど、なんか感動要素とか、やっぱ仲間とか友達のなんかあったかさみたいな、なんかね、ほんとさまんねえ作品だなと思っててね、エンディングもいいし、いやー、はい、素晴らしいなと、ただただもう褒めるばかりでございます。はい。ということでね、スキップとローファー、3話まで見たネタバレなしの感想を以上としまして、ここにネタバレの感想入っていきたいと思いますので、ネタバレにご注意ください、というところで、ネタバレの感想としてはですね、ネタバレでご注意くださいね。今回に関しては、メガネちゃんキャラがね、入ってきたと、クルメさんかな、っていうキャラクター。まあ、生徒会最初ね、水見たちも入ろうっていうことで、生徒会室かな、に今行くっていうような話の中で、クルメさんもなんかまあ、ちょっと生徒会、ね、ちょっと興味を持ってると。いうところで、まあ、ちょっとなんか仲が深まっていくっていう描写なんですけれども、ここがね、まずこのなんかこの絡みでさ、クルメさんってやっぱ今までこう多分友達とかあんま作ってこなかったタイプだと思うんですね。でまあ結構人見知りでやって、まあちょっと自分自身もすごい考えすぎちゃうで変わりたいと思ってる、まあこれキャラクター紹介も読んでんだけど、っていう中で、まあ三つ美と仲が良くなっていく。で今回やっぱすげえ良かったのは、三つ美をこう映画館に誘うシーンがあったじゃないですか。で映画館に誘って、あ、てか映画館の前でまずあれだな、生徒会のあのさ、なんか生徒会長みたいななんかスーパーマンみたいな人さ、まあ、話は単純面白かったんだけど、そこからスタバに行くみたいな話になるんじゃないですか。でこれがまずめちゃくちゃ良くて、でまあなんか私も楽しんでいいんだみたいな、なんかさ、うわー青春やなみたいないやもうたまんなかったね。正直もうこの美容師だけでまずたまんねえなと思ってね、スタバみたいなカフェ行ったとこ、スタバかな、まああれはまあ実際ね、で行って、まあ三つ美のファッションまた面白かったしね。でなんか三つ美は親戚のことが、ね、家とかに泊まってるんだな、ね、親戚の奈緒ちゃんと暮らしてるっていうところで、なんか今回ばかりはとか言ってね、なんかこうコーディネートしてあげたりとか、なんかまあそこもあったかさが詰まってるし、でまあクルメちゃんが誘っていくっていうところで、まことじゃんね。そうでやっぱ彼女って、まあ、三つ美みたいなさ、まあ、三つ美もやっぱめっちゃ変わってんだけど、まあなんか割となんかなんて言うんだろうな、まあでもキラキラ系女子って苦手なんですよね、多分どう見てもね。っていう中で、まあ、ひょいなことからこう、映画にみんなでこう行くようになるみたいな感じなんですけど、で、そんな中でさ、今回ゆずきちゃん？ゆずきちゃんじゃねえか、待って。ゆずきちゃんね、村重ゆずきちゃん。との絡みとかもあって、で、このまた村重さんがまためちゃくちゃ良くてさ、いや、もう私みたいなかね、絡む、いや、もう無理し、嫌だったら無理しなくていいよとかって、ね、なんかすげえ優しさも溢れてる感じの中で、なんかこう、うまくね、なんかこのキャラメルと塩味とか言って、あそこで意気投合していく。意気投合というか、なんかこう、ツボにはまって、まぁ、ちょっと仲良さが増して、みたいな。でさ、なんかこういうなんかまた新しいこの関係性というか、もう出てくるっていうのがね、いやすげえいいなって、やっぱこうなんか本来なんかさ、多分学校という場所がなかったらもう関わらなかったかもしれないような人たちが、やっぱこの学校っていう一つの場所を通じて、またみつみちゃんとか、まあ、島くんとかを通してこういろんな関わりが持ってくる、やっぱこういろんなやっぱ本当見た目も性格も違うキャラたちがこう距離が近づいていくっていうのをすごいうまいんだよ、尾崎は本当に。うわぁ、いいなぁと思って、見てたし、やっぱ三つ美のキャラクターもすごい面白くてね、そこもいいし、やっぱ村敷さんめちゃくちゃいいね。
素晴らしいね。うん、あとあのファッションの話がなかなか辛いところでね、あの江頭ちゃん、うん、あのなんかあれ島くんのこと好きみたいな ねなんかめっちゃおしゃれしてきて、で出てたらあの村重さんが現れて、やっぱほんとシンプル、もうなんか可愛い人は結局何でも似合うよねみたいな話でね、なんかすごい敗北感を感じつつ、なんかどんどんこうでやっぱ輪の中に入れてないみたいな描写もあって、またもうこの辺だんだんねどんどん掘り下げというか、またいろんな描写が出てくると思うんですけど、またこれもね面白くて、うん、やっぱこういろんなキャラクターがさ、やっぱ全然こう違うキャラクターたちがあの一緒の空間にいる中でやっぱしっかり面白さを作れるし、丁寧だしあったかさもあるっていうのはね、やっぱ素晴らしいなと思って、うん、見てます。はい、やっぱねこういうなんか基本的にやっぱこう何やっぱ同じような人たちと集まりやすいし、どっちかっていうとこういう、まあ、フィクション的な作品だとなんか同じ輪の中に一人でこう飛び込んでいくみたいな、一匹狼的な、まあそういうタイプが多いんですけど、豊作品ってさ、みんながみんなこうやっぱ全然違う中でこう違うなりのコミュニケーションの取り方というかね、うん、もういいし、やっぱ各キャラそれぞれのこう掘り下げっていうのはね、めちゃくちゃうまいなっていうのはね思いましたね。素晴らしいですね、本当に。まあ多分、キービジュアル見る限りね、この5人中心になんか犬も映ってるけど、なっていくと思うんですけど、まあ多分、そろそろね、このニコちゃん、ニコちゃんじゃねえわ。ニコちゃんって誰だニコちゃんって誰ミカちゃんね。ミカちゃんもね、多分どんどんこう掘り下げとか、まあ島くんは間違いなく、まあ掘り下げがあるわけですけどね。っていうところで、そこはすごいね、楽しみだなと思ってますし、三つ見はね、まあ、ひとまずなんか生徒会に手伝いみたいな、まあ、生徒会ひとまず今すぐに入れないよみたいな話もあってね、東大行くためにはどうとか、まあ、そういう話もありましたけどもね、まあ、どんなストーリーを、描いてくれるのか、本当楽しみでしかないなっていうのをね思いましたね。いやーすごいよね今回も。だってさ、もうちょっとスタバ行って映画館見に行くだけだよ正直。だってもうこのストーリーなぞるだけだったらさ、友達となんか映画館、じゃあスタバ行って映画館行くってなんか新しい友達増えるっていうだけなんですけど、ここまで面白さを作ってこれる、ここまでなんかあったかい気持ちになれるっていうのはね、やっぱこの作品の力が強すぎるなっていうのをね思ってますし、はい、素晴らしいなと思いました。はい、まあ、演出的なところで言ってもね、いいし、あとピエさんもいい作品作ってるなって感じですけどね、ありがたいですけど、またこのクルメちゃんっていうキャラクターが加わったことによってね、よりやっぱ面白さを増したなっていうのをね、感じてます。はい、まあ、4話以降またどんな展開を見せてくれるのか、正直もう日常展開やってるだけでもね、なんかたまらなく面白いなっていうのを思ってるんですけど、マジ楽しみっすね、引き続き楽しみすぎでございます。はい、でまあやっぱね、なんかまあそうだよね、まあ、いいキャラクターもまあね、ちょっと江頭ちゃんとかね、まあ、いいキャラクターかっていうとまた難しいところあるね、このミカちゃん、っていうところはあるんですけど、まあ、この辺の掘り下げもねすごい楽しみだなっていうのを思ってますね。はい、でもね、このミカちゃんがいるからこそやっぱ話絶対面白くなってんだよね。いや、このバランスが絶妙なんだよな、スキップとローファーは。はーい、まあ、引き続き楽しみすぎだし、もし見つない人は絶対見てほしいしね、見てる人はこうガン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 でこう盛り上げていきましょう。はい、という感じで今回のスキップとローファー、3話まで見た正直すぎる感想は以上となります。この下期ありがとうございました。またね、来週以降もね感想動画上げていいかもしれませんし、それがもね、本日ガンガン動画上げてますんで、ぜひお気に入りチャンネル登録多いかもしれません。嬉しいです。見られた方もね、ぜひコメントもよろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上となります。今回のご視聴いただきありがとうございました。